おい。いたぞ、高部たちだ。よお、ちょっと待った。おお、カスが何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ、マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ、電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って構想の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい、わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことをあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと、真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員が真淵に踊らされてんだ。だろうな、分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何、鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうがあんた引かねえ。そういう人だ。
俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんな。人んち騒がして悪いがよ、あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に着脱す理由ができちまう。春日よ、てめえどこまで舐める気だ。やってやろう。俺沈めてやる。やっちゃうよ。さあ、決別だ。一つ上のお気がするぜ。またいい女になっ。俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつが半ピンリューマンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああそうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたのこといいなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃないか。ああ連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、
別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた諜報人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。青龍会は若いのが二人何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ。話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあるの？そんなもん俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いた時否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい？何のための構想だよ。そんなことも分かんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプに見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろ、お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにラオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中、この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。
一体どうやってんのか分かんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただし、トンズラはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ分かった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。足立さん、この辺ってもう。ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カズカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんと来たが、みんな危ない人じゃねえみてえだぞ。つまりあんたコミジュルの人間だよな。そうね。え、どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの、そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。
美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさそんなに怖がらないで。怖がるって？あれ、そんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさどいつもこいつもだらしない調子いい。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カズが、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だな。あ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの、ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い？おっかねえな。って意味らしい。なるほど、納得だね。てかこんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎。一番、なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい、静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお目かぶりやがってなんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言われえのか。なら次はこっちから行くぜ。全部お前が悪いよ。何してやる。ちょっと、おい。おう、
ああ、当たり切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのは奇跡だ。お、うん、ああ、おう、ここか。見つけたぜ。ここにいたか。いたぞ。見つけたぜ。虫が顔に当たってな。ったく驚かせやがって。
それはこっちのセリフなんだけど。おい、